どうも、悪い芝居の東直樹です。歪みの丸です。ときめきメイクライトリアルムービー、うん、今日は2020年の4月8日水曜日です。8です、うん、よろしくお願いします。お願いします。皆さんお元気でしょうか。お元気ですかね。どうですか。元気ですよ、僕は元気元気よ、本当に。どうなんですか。まあ僕はちょっと最近不眠症を患わしまして、ちょっといつもより眠いなって感じですけど、今こそ寝ろよ。はい、ということで言うてやってますけどね。やってますけど、今こそ寝ろっていう、はい、そんな今紹介するのは何ですか。はい、今回紹介するのはバッメロメロたちです。はい、メロメロたちです。いいですね。これありがたいっすよ、紹介させてもらうの。ちょっと喋っていい。はい、お願いします。これ再演なんですけどね、まあ、僕も出て、はい、初演が2016年の7月にやったもので、うん、それを大阪に演劇の賞、OMS 戯曲賞っていうのがありまして、うん、それを最優秀賞を受賞した経緯があって2018年に再演できたっていう作品なんですね、うん、で、まあらすじとしては、その架空の日本で東西に分かれて戦争中の中、まあ、これちょっと今の情勢と重なるんですけど、いろいろ規制とか、やっぱ外に出ると危ないとか、ライブは危ないとか、そういう中で、でもその主役のバンドにハマっちゃった女の子が、うん、まあいろいろ外に出たり、外に出たり、バンドを追っかけたりしていく中でバンドと出会って、うん、まあでもそのバンドの人が戦争に巻き込まれて死んじゃうんですね。ああ。でも死んじゃうんですけど、でふさぎ込んだ中で、まあどう成長していくかっていうお話ですね、おまかに。なるほど。バンドと女の子のストーリーなんですね。そうそう、主にね、バンドと女の子。で、その女の子っていうのがこのメガネットワークちゃんっていう YouTuber の方なんですけど、メガネさん、メガネさん、まだ当時20歳、違う、当時19歳だったんですけど、若いっすね。若いけどね、若いっすね。貫禄がすごかったんですよ、この子は。本当に初舞台、初舞台だったんですけど、そう、全然気づかなかったんですよ、僕もう真っさらの状態で見たんで、うん、ね、なんかもう YouTuber なんやってその後で帰って調べて、そうだったね、あれはね。で、あと他には、これはかりん、佐藤かりんさんと川野咲さんが紹介する暴動の後と野生の恋ってやつに出てくれる長島修吾くんと、はい、うん、あともう一人、バンサンヒロックスって劇団の小田達也くん、あで、あとはワンダフルボーイズっていうバンドのアツムワンダフルさんっていうまあ4人の方ですね。そう、あの人なんかおもろいっすね。あの人面白いのよ。なんかね、僕ちょっと見ちゃったんですけど、はいはい、あの人なんか YouTube に、うん、なんかただただなんか目の前にあることを、うん、ビーズっぽく言うっていう動画を作ってるじゃないですか。どういうこと、どういうこと。あれめちゃめちゃおもろくないですかね。その歌詞を、歌詞を、例えばここに、ここに戯曲があるみたいなのやってるんですよ、10分ぐらい。そのあれ何、何これって思って。あのね、それね、舞台でもやってて、あ、やってたんですか。その厚木さんギターの人だから歌はないのね。あります。あ、そうですね、歌うっていうのはなくて、弾く専門なんだけど、その自分のセリフ面白くなっちゃってビーズ風に言うっていうのをどんどん入れてきて、やっちゃってるのよ。山崎さんもそういうの大好きだから、はい、ビーズ役になっちゃったんですね、最初ね。もうビーズの人になって、そうそうそう、あれも めちゃめちゃ面白かった。いや、え、見たの。見ましたよ、僕は生で。生でね、この再演、朝演2018年に、はい、そう、今ね、YouTube で一応メロメロたちってか、まあ愛しとけるとやばい、野生の声、ボードなんてポップに言われて、メロメロたちって4作品を、まあ、YouTube に載っけてまして、メロメロたちはね、ダブルキャストだったんですよ、うん、でしたね。そう、だから A サイドと、まあ、B サイドがあって、 A サイドと B サイドの違いは、うん、そのとある女の子のお母さん役とバンドマンの女の人の役、おっぱいが大きい女の役の人が、ダブルキャスト。お母さんは佐藤かりんさんと後ろ美香さん、うん、でバンドのおっぱいが大きい人は畑中さんと、これも後ろ美香さん、だから、うん、かりんさんと後ろさんがセット、後ろさんと花坂さんがセットっていう、うん、A と B の2種類だったんですけど、どっち見た。僕は B です。 B っていうと B を見ました。はい、ちょっと B どっち、 B どっち。 B は、ベースのおっぱいともこが、はい、牛尾さん、牛尾さん、お母さん、はい、かりんさんのバージョンでしたね、はい、その、うん、どうでした、正直。
僕最初見た時は大阪のヘップホールで見たんですけど、はいはいはい、後ろ最後列から2番目だったんですよ、うん、かなり遠いじゃないですか、そうね、やけど、うん、なんていうの、最初見た時はそのバンドサウンド、はい、照明、うん、舞台装置、うん、でお芝居の迫力にもうブワーンって圧倒されて、うん、もうなんか感想としては、うん、あーなんかすごいかったなっていう感じだったんですよ。それはどんな顔してやったの、はあ、っていう感じだったんですよ。はいはい、っていう感じだったんですよ。こうリアルにね。なんか印象に残ってるとことかある？やっぱり僕の中で一番心に残ってるのが上田さんなんですよ。上田さんなんです。これだけは言わせてもらいたい、はい、上田さんなんです。上田さんの、上田さんはずっとほぼ舞台上にずっといて、うん、なドラムを弾く役でもあり、BGM とかでドラムを演奏する役っていうのもやってたんですけど、ずっと叩いてるんですよね。どこが？いや、そのドラムを叩いてるじゃないですか、はい、そのドラムを叩くっていうのもあれ演奏でもあるし演技でもあるんですよね、はい、そのなんか最初に叩いてる曲、うん、で最後にまたいろいろあって叩くんですけど、うん、その表情の違いというか、うん、そのそこがね、もうすごくもう泣けるんですよ、これが。そのまあ演奏をしてたわけじゃないですか、うん、で一応演奏、今演奏の話ばっかだったけど、うん、まあ、演技があっての演奏なのね。そうですね。お芝居はどうでした？いや、ちょっとあんまり覚えてないです。それは何印象に残らなかったってこと？いや、いや、そういうわけでは、なんて言うんだろう、はい、もうずっとドラム叩いてるっていう、まだドラムの印象がなくて、一応ドラムからも離れてんのよ。歩いたりしてたんだけど。そうでしたっけ？あんま印象に残らなかった。やっぱ最後にね、叩いてるドラムの姿がね、もうそこが負ける、要チェックですよ、はい、絶対見てほしい。 YouTube で公開されてるから、そこだけでもね。でそんな上田さんが演奏してたじゃない、はい、まあ、山崎さんが歌って、メガネちゃんが歌って、うん、まあ、僕もね、ソロを歌わせてもらったの。歌ってましたね。休憩のあと30分ぐらいしたら一人出てきてソロを歌うっていうところがあったんだけど、うん、どうでした？いや、でもなんかすごいポップでしたよね。まあ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 、ポップでなんか可愛らしい歌だなって思ってはい、はい、やっぱそう可愛らしいと思ったんですけど、なんかちょっと勘違いだったしてます。いや、勘違いだったら申し訳ない。そのなんかリズムずれてませんでした？いや、気のせいだったらごめんなさい。いや、あのね、うん、勘違いじゃないのよ。いや、そうですか。やっぱり僕めちゃめちゃ音痴で、うん、音痴なの発覚してからメロメロたちまで5年間ぐらいカラオケに行くのもトラウマになるので音痴なのよ。5年行ってないですね。だからもう始まる、結構始まる前もボイトレ個人で行くし、はい、岡田太郎大先生にも個人でレッスンしてもらった。おお、だいぶで、まあ、だから2ヶ月ぐらい先に準備してやってて、はい、そしたら今じゃあもう練習の成果が出たわけですね。本番に練習の成果の結果リズムがずれてたって言われた。出なかったんですね。しかもね、休憩のあと30分でって言ったじゃない。そうですね。休憩前で終わってもすぐはけてきて、はい、40分ぐらい出るまでがあるわけですよ。僕その間ずっとね、その曲の BPM テンポが確か128で、うん、それをイヤホンにつけて40分聴き続けて舞台に立ったのよ。そのイメージがないんですよ、僕。そのなんか、うん、結構ゆったりしてはるイメージなんですよ。そうそうそう、楽屋裏ではもうおふってるというか、その、でもこうやってずっとこれで40分そう、めちゃめちゃストイックじゃないですか。でもね、メグさん、演出女子の藤島さんにもレコーディングの時言われたの、はい、東さん、なんか今日様子普段と違いますねって言われて、なんでとか聞いたら、違います、ね、歌だと思ってるからやっぱ緊張してんですかねってめちゃめちゃ笑われた。まあでも一回も成功しなかったけどね、あれはね。残念ね。え、でさ、見てみてさ、なんかやりたいと思った？あれはやりたいですよ。おう、やるとしたらさ、うん、誰？僕もね、これも決めてるんですよ。僕はね、ズバリ近藤夢です。はい、近藤夢。北西純喜さんがやってたんですよね。あ、近藤夢さんってのは結構、うん、ハイセンスなギャグをやる役なんですよ、我々の中では。果敢に挑んでましたね。そうそう、それ見て、やっぱりこの枠はわししかおらんやろと、わしが行かなあかんやろと思いましたね。じゃあもう、うん、奪う気で当時から行ったと。そうですね、もう次やるとしたらちょっといただこうかなと思ってましたね。ああ、
そうなんですね。うん、まあ、そんな感じで。がっぷり掴みに行く感じでいますよ。はいね、でちょっとお願いします。ね、再三円があったらね、僕やるつもりなんで、本当に。売ってる、はい、ウェブの方で、このメロメロたちの台本と、あそうですね、さっき話した YouTube に上がってるやつの綺麗な、うん、画質が綺麗な DVD ブルーレイ、ダブルキャスト2種類と、あと、その僕のリズムがずれたと言われる、これが必見ですね。そう、これが必見。必聴ね。目玉ですね。必聴やな、それは。うん、そう、絶対聞いてほしい、聞いてほしくない、そう、僕の口しゃぶらして。あ、ごめんなさい。あんですよ、その必聴の CD がそのネットで売ってますので、うん、まあ、よかったらそちらもチェックしてください。難しいけど見てねって感じですね。そう、聞いてねってことで、うん、はい、ということで、明日は誰ですか。明日4月9日は、はい、なんと岡田太郎さんが来てくださいます。え、でも太郎さんが何紹介するの、うん、この流れで言ったらあれでしょう。何、 Life is lovely ですね。はい、あの劇中で、はい、あの Life is lovely ってメガネちゃんが歌った曲があって、僕が泣いたやつですね。はい、それを太郎さんがあのアコースティックライブしますので、ね、よかったら皆さんも明日また19時に集合して一緒に泣きましょう。はい、お楽しみに。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンの方お願いします。それではありがとうございました。バイバーイ。